上空クリア、ハッチ開け。シャア大佐、木馬が19時ちょうどにジャブローを飛び立ったとの連絡です。よし、こちらも発進急げ。軌道上のドレンのキャメル艦隊と木馬を挟み撃ちだ。背後に迫ったシャアのさらなる攻撃を振り切るため、ホワイトベースは加速する。目指すのは宇宙要塞ソロモン。デギン皇后の三男、ロズル・ザビ中将の指揮するこの重要拠点に対し、連邦軍の進攻作戦が迫っている。システム目標ソロモン右翼スペースゲート時間合わせ10秒前ミラー号車3、2、照準入ります。ソロモンが焼かれてる。これから敵の懐に飛び込んで直接攻撃をかける。ガンダムちゃん、後の面倒はよろしく。正しいけど、これ戦争なのね。やらせはせんぞ。様ごときモビルスーツにジオンの栄光はやらせはせん。この俺がいる限りはやらせはせんぞ。ソロモンの攻略戦が終わった。ドズル中将旗下の宇宙攻撃軍は事実上壊滅した。ジオン公国にとっては予想だにしなかった敗北であった。デギンザビ皇后はドズルにしてもっともなことであるよとだけ言ったという。
願う。あの壺をキシリア様に届けてくれよ。あれはいいものだ。作詞であるマクベが自ら実戦に赴いたのも、ひとえにシャアを見返したい一心からであった。しかし、そのような邪心は所詮姑息な手段しか生まず、すでにニュータイプとして覚醒しつつあるアムロの敵となりうるはずもなかった。シャリアブル大尉、大尉は私から何かを感じるかね。いえ、私は大佐のようなお方が好きです。お心は大きくお持ちいただけるとジオンのために素晴らしいことだと思われますが。良い忠告として受け取っておこう。私はまた友人が増えたようだ。大佐、もし我々がニュータイプなら、私はニュータイプ全体の平和のために案ずるのです。人類全体のためにという意味にとっていいのだな。はい。ニュータイプの敵を初めて倒し、拡大するアムロの戦闘能力に対応させるため、ガンダムにマグネットコーティングが施された。その開発者、モスクハン博士の、データのために死ぬな、という言葉は、アムロにとっては何よりの励ましに感じられるのだった。私たちと同じように。そうだよ、ガラーの言う通りだ。アムロは本当に信じて信じるさ。君ともこうして分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配できるさ。アムロ、時が見える。今の私にはガンダムは倒せん。なら私を導いてくれ。
サムロとシャア、二人の心に決して消えることのない思念を残し、ララーは言った。しかし時代の流れは彼らに立ち止まることを許さない。ジオンの最終防衛拠点ア・バオアクーに対し連邦軍の星1号作戦が発動され、戦争はついに最終局面を迎えつつあった。我が忠勇なるジオン軍兵士たちよ、今や地球連邦軍艦隊の半数が我がソーラレイによって宇宙に消えた。この輝きこそ我らジオンの正義の証である。決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、カスであると。それら軟弱の集団がこのアバオア空を抜くことはできないと私は断言する。人類は我ら選ばれた有料主たるジオン国国民に管理運営されて初めて永久に生き延びることができる。これ以上戦い続けては人類そのものの危機である。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせてやらねばならん。今こそ人類は明日の未来に向かって立たねばならぬ時であると。ジークジオン、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 ジークジオン。アムロが呼んでくれなければ我々はあの炎の中で焼かれていた。私がホワイトベースにたどり着くまではあれほどはっきりと声が聞こえていたのに。アムロ、さあこっちこっち、大丈夫、大丈夫だよ、すぐ外なんだから。アムロがわかるの？どこ？いい、アムロ、あんの？ゴー、よっ、3、2、1、0。聞こえるか、アムロ、怪我はないか？本当に？本当にアムロなのね？アムロ、心配かけやがって。アムロ、よかった、本当に。お前のおかげでみんな大丈夫だ。みんな待ってる、アムロ。アムロ人間、ホームだよ。ごめんよ、まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね、ララーにはいつでも会いに行けるから。We'll be right back.
の日、宇宙世紀0080、この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。